ルローのダンテル罪とは、刑罰の一つで、罪人を、辺境や島に送る追放刑である。流刑、入るとも言う。特に流刑地が島の場合には、島流しとも呼ばれることもある。歴史的には、本土での東国より、遠いところに取り残された方が、自分一人の力だけで生きていかなければならなくなり、苦痛が、より重い刑罰とされていた。他、文化人や戦争、 清掃に破れた基人に対して死刑にすると反発が大きいと予想されたり、除名を嘆願されたりした場合に用いられた。入るの途中や目的地で一人障害を終えた流刑者は多いが、子孫を残したり、斜面されたりした例もある。脱走を企てた流刑者や、源の頼朝、五代醐天皇、ナポレオン・ボナパルトのように、流刑地から再起を遂げた、政治家、武人もいた。 日本では離島への文化伝播に大きな役割を果たしたほか、海外ではシベリアやオーストラリアといった植民地に労働力を送り込む強制移民としても機能した。日本では資材に次いで重い刑であったが、1908年に廃止されている。古代においては、神の怒りに触れたとされたものやものを島に放築して、朽ち果てるに任せることが行われていた。 人代に追放となったスサノウソンなどを除き、記録に残る最初の流刑は、陰行天皇時代に兄弟で女を通じたとして、伊予国に流された刑王娘王女と、木梨し刑子である。一般的に古代の流刑は、特権階級に対する刑罰であり、政治的な意味合いが強かった。律令における語刑の一つであり、党においては、罪の重さに応じて、二千里。 2500里、3000里の計が課せられていたが、日本の国土は、塔のように広大ではなかったために、儀内からの距離によって、金流、中流、温竜の三等級が存在した。927年に成立した演技式によれば、追放される距離は、金流300里、中流560里、温竜1500里とされている。実際には、罪状や身分、 流刑地の状況などにより、距離と入る先は変更された。受刑者は、居住地から遠隔地への強制移住と、一年間の東西の服役が課された。また最初は連座して強制的に同行させられるが、他の家族は希望者のみが送られた。廃所への護送は季節ごとに一回行われた。廃所到着後は、現地の戸籍に編入され、一年間の東西服役後に、 区分電が与えられて、現地の領民として、租税を課された。廃所到着後は、現地の住民とされたために原則的に御社等による、帰国もなかった。もっとも、後年には、流罪も含めたすべての罪人が赦免される。非常、社がしばしば行われて帰国が許されている事例も多く、存在している。同じ流罪でも、現地監視者の安倍や援者による、 援助の有無によって大きく境遇は異なり、春閣がかなり悲惨な生活を伝えられているのに対し、同時代の源の頼朝は、若干の側近までおいて、ギリギリ貴族の対面を保つ暮らしをしている。また、女性への適用はされずに代わりに杖材と都材の両方を課された。平安時代の佐賀天皇地世紀に死刑が停止されたとも言われ、死刑停止時代の最高刑は、 流罪があるじになっている。方言の乱から、成中の変に至る朝廷と武士が関連する、騒乱では、敗れた側の天皇、上皇と一部の公家や武士が、佐渡、沖、伊豆大島などに入るとなった。中世以後の統一権力の力の弱い文献的な、社会では、流罪の代わりに追放が用いられた。鎌倉時代には、ケビン氏に捕らえられた一般の犯罪者は、 恵比寿島へと送る、恵比寿島流刑に処された。なお直接は送らず一度関東に引き渡され、幕府の手によって送られた。室町時代は、権力闘争に敗れた公家や、武者などが流罪を受けると、落ち武者狩りの対象となって、命を落とすことが多く、流刑地まで無事にたどり着くことも容易でないために、実質的な死罪とみなされる向きすらあった。中には、 流罪を言い渡した足利将軍の手配のもと、護送している人物によって殺害されてしまったケースすらあった。これらは、没落した人間は被護する人物がいなくなったと、同時に保護の対象から外れてしまい、略奪の対象となるのが当たり前、という当時の一般常識がその根底にあると考えられている。このため、後日謝面することを前提に流罪を言い渡す場合には、 事前に身の安全を確保するための特別な政治的配慮を必要としていた。江戸時代には追放よりも重く、死罪よりも軽い刑罰として遠投が規定され、誤って人を殺めた、もの博打打ち女盆の層などがこれを課された。江戸幕府では東日本の天領の流刑者を主に、 八丈島島島の伊豆七島と佐渡ヶ島に流したのみ、江戸地へ18人の留人を送り込んでいる。西国では天草諸島や五島列島などが流刑地となった。南西諸島への遠投も行われていた。古くは平家物語に現れる機械ヶ島の例であり、江戸時代には薩摩藩が政治藩を支配下に入れた琉球へ盛んに送っている。また少数ではあるが、 江戸幕府が町人を沖縄本島へ送っている。上記の薩摩藩を含めて一部の藩は、領内の島や山奥を流刑地にしていた。仙台藩の田代島、安島、江島、加賀藩の越中五賀山、能登島、尾張藩の篠島、岡山藩の日清諸島、釜島、福山藩の六島、長州藩の愛島、三島、飯尾松山藩の意な島、三上島、 土佐藩の白滝、福岡藩の玄海島、小の島、姫島、佐伯藩の深島、薩摩藩の沖の選ぶ島などである。斜面は景気満了のほかに、本国で改めて投国、処刑するためにもなされる。日本では主に本土周辺の島に送られるが、欧米では植民地にした海外領土に送られることもあり、国内流刑と、 国外流刑は刑として区別される。また、場所と期間が限定されるが、江戸と大阪町奉行が管轄していた地域における遠島に、処された人数は以下の表のようになっている。行為の武士階級の流刑幕府はこのほか海役に処した大名、旗本の当人や相続者を含む親族、戸様や審判不代を問わず諸般のお家騒動において、 幕府の裁定が下って処罰された場合の各藩の事件当事者らを遠方の諸藩にあずとする処分をしばしば下した。幕府や大名家を揺るがせた騒動においては流罪とされるのは武士だけではなく商人や農民階級の者も,のも含まれた。処分者の待遇は事件ごとにまちまちであった。厳しい例では藩領内や居城内に作られた牢屋敷、 ルニン屋敷と呼ばれるような特設の軟禁施設に置かれ、藩士の厳しい監視家の下のもとで質素な暮らしを強いられると、共に他者との面会は、愚か非中の行動も制限され、数巻の座敷に、ただ正座して、日々を過ごす、書物や筆記具も与えられず、冬でも暖房器具や厚手の服も与えられず、などの話が伝わる。これらはすべて、流刑を命じた幕府が許可を出すものであり、 流刑者に対する扱いは各班で勝手に決めることができなかったためでもある。例えば筆一つ差し入れするためにも幕府の担当者の指示及び許可を仰がねばならなかった。これを現地の判断で勝手に行うと、それは預けを命じられた藩の都がとなってしまうためである。しかし、厳重な監視下に置かれた例ばかりではなく、客人、各省扱いでそれなりに丁寧に封されたり、 藩領内は自由に行動することを許されたり、藩士との交流が認められる場合、また世話をする、いわば即質的な存在をあてが割れる場合もあった。また、その子孫が、当該の藩に土着し、藩士として雇用されることもあった。当然ながら当人が存命中に赦免され、江戸に召喚されて、再度武士として雇用されたり、当人や子孫が、大名や旗本、 または主に親族の藩の藩主として復帰したケースもある。明治時代に入ると、流刑地は北海道に一本化された。流人は監獄に収監され、強制労働を課せられるようになる。最終的に流刑が廃止されるのは明治41年の刑法制定により、本土の刑務所が整備されてからである。この時代の代表的な流罪として、江戸末期から明治初期まで、 キリスト教徒への弾圧の一環で、政府が村民をる罪にする、浦上四番崩れといった事件が起こった。律令制においては、罪を犯した官員を左遷することが行われる。有名な例としては、右大臣から、太宰言の措置に左遷された、菅原道真や、藤原道長との権力争いで敗れた、藤原惚れ地か、藤原高江兄弟等が挙げられる。 こうした例に対しても一般には、流された、流罪にされたという表現をされることが多いが、実際には、幽閉状態とはいえ、左遷の場合には、放録が与えられ、御社による帰還もあり得るために、実態は、流罪でも、法的にはあくまでも左遷であって、流罪ではない。なお、これ地下、高い絵は後に斜面されている。ただし、道真のケースは無給であったため最終的には、 急死に追い込まれたとされ、実質は流刑であるとも言える。流罪にされる場合、暴力犯より政治犯が往々にして遠くに飛ばされる。政治犯は多くの場合文化人であり、特に古い時代は貴族等位の高い者が多かった。したがって、そのような人物が多数流される地には豊かな文化が伝えられ、栄える例が多い。日本では、 佐渡島,島島がその例に挙げられる。琉球王朝の場合、これに当たるのが八重山であり、特に、果てる魔島が有名である。日蓮は流された、伊豆や佐渡でも布教に努め、多くの消営者や門下を出している。なお、室町時代中期から末期における流罪は、幕府の秩序が京都近辺にしか及んでいないことから、流刑地にたどり着くまでに落ちむしゃがりによって、命を落とすケースが多く、 実質的な死刑として機能していた時期があった。アイヌにおいては、アキレス腱を切断して、古端からところ払いする刑があった。追放刑であるが、歩行に支障がある状態では、野生動物から逃げられず、食料の調達も難しいため実質的には死刑に近かった。少々春天及びその穴殿には春が、強行寒下部と三苗、 本を偏境に追放したという伝説が載せられている。これを史実とは見なせないものの、古代中国社会に共同体からの追放刑があったことを示すとともに、後世においてこのことが流刑の根拠となる先例として用いられた事実は注目される。とはいえ、古代中国社会にあった追放刑は小規模な国家軍に分立して他国への逃亡がしやすくなった。 春秋戦国時代にはほとんど行われなくなったと見られ、後世の流刑との直接的なつながりは存在しないとされている。新刊以後に、戦刑と呼ばれる刑が登場する。この刑はしばしば流刑と混同されることが多いが、実際のこの刑は、社会からの隔離を意図したものであって、必ずしも遠方、辺境への移動を意味するものではなく、内病のような伝染病の感染や、 親不孝などを理由として行われる場合もあった。また、当時は、日系、上明良系などが、死刑の次に重い刑とされ、戦刑はそれよりも軽い刑と考えられていた。深夜間では、政治犯や敗された将が、職の地に移される事例が見られるが、これも職が偏境だからではなく、周囲を山で囲まれた隔離された土地であったからと、見られている。 全館に入ると日系が廃止されたことにより、死系と、老液系の中間にあたる系が存在しないことになってしまった。そこで、地位等を現ずる系として登場したのが、辺境に罪人を移す、都線系と呼ばれる系である。ただし、これも辺境に隔離して、老液系に服させることを目的としており、後世の流系とは異なるニュアンスを含んでいた。また、都線系は、 大体形としての立場を崩すことなく、後世の流罪のように主刑となり得なかった。北儀の大は16年、高文帝の下で新たな律が定められ、ここで初めて後世知られるような主刑としての流刑が登場する。新しい律はこの年の4月に制定されたが、翌月になって高文帝が見琴乗りによって自ら追加したのが流罪の規定であったという。北儀では、 前代以来の都宣刑が、文、制定の時代に、終身刑の要素を加えた、大体系、都編として実施されていた。が、ここにおいて、主刑としての流刑が登場して、死刑の次に重い系として位置づけられたのである。その後、北義は分裂して、北西と北州となるが、北西では、老役として、入る先での犬編と組み合わされ、北州では、 罪の重さによって流される距離に異を置く規定が加えられた。両国に代わって北朝を再統一した隋が流罪を一つの体系の元に整理し、さらに南朝を征服して、その支配地域にも流罪を適用していくことになる。隋の制度では北西、北州の制度を受け継ぎつつも、いくつかの手直しも図られた。まず、罪によって入るする距離を三段階に整理して、 また、入る先での居作りも、最高3年を合わせて課した。その上で一度廃所に到着した留人は、恩赦があっても特別なことがない限りは、郷里への、帰還が許されなかった。また、事情によっては、居作りは課すものの、廃慮を行わずに罪に応じた情景によって、代替されるケースもあった。北義から隋にかけて、戸籍などが整備されて、民を特定の居住地に拘束して、 他の地域への自由な移動が禁止されるようになった状況下で見たこともない他の土地へ強制的に移されることは威嚇効果としては相当のものがあった。また、本来死刑と時刑などの労役刑との中間の刑罰にあたる日刑の復活が困難な状況において儒教の経典である少書の故事を根拠として用いることが可能な流刑を新たに導入することで死刑と 労役系の間の大きすぎる格差の解消をもたらす意味もあった。続く東大の流刑は日本の流罪にも大きな影響を与えたが、その特徴として以下の原則があったことが知られている。とはいえ、流刑自体が儒教経典を根拠とする刑罰であり、その規定は社会の実情どころか律令の他の規定とも整合性に欠ける場合があったために、 等における流刑の諸原則が確定した上岸11年制定の上岸率の制定からわずか3年後には実際の廃所は特定の辺境の州に限定されることになり距離物の規定が空文化した。また流刑に対する恩赦は廃所到着前でなければ有効とされていなかったが皇帝が恩赦の際に留人に対する恩赦の文言を加えることで有効とされ 実際に皇帝の恩恵を示すために、ニ人の奉還や寮渡るが行われていた。さらに配慮された勘人が6歳後に再度士官が許されるという原則は、実は流刑の本質と矛盾するものであった。すなわち、役人は自由な移動を禁じた律令の規定の対象外であり、再度士官となれば、廃所から離れることが可能であったからである。さらに理論上では、 庶民も商人などのように官の特別な許可があれば移動が可能であったから廃所における許作を終えて現地の戸籍に登録された元ル人がその規定を利用して廃所を出る可能性もあった。こうした矛盾を解消するために現な8年に6年過ぎたル人の奉還が認められ改正4年に制定された改正つまびらか定格によって法令として正式に規定された。 もっとも、この時期になると、地方政治の混乱によって、廃所の地方官が、留任の管理を行わずに、勝手に廃所を抜け出して故郷に舞い戻ったりよそに、放浪したりすることが行われ、終身にわたって廃所に置いておくこと自体が困難になってきたことが背景としてあった。そして、構想の乱以後の一層の社会的混乱によって、罪人の管理が困難になると、時計や、 流刑のような執行完了までに時間がかかる刑罰が敬遠され、情景や死刑による対応へと移ることになった。宋代になると律令が再び整備されたものの、当末以来の過酷な規定が残されたままであり、多くの死刑囚を生み出していた。それを緩和するために出されたのが折椎法である。折椎法によって本来流刑にされるものは、 生図へ在所での配役1年以降は、免除によって代替されることになり、実際に配慮されることはなくなった。代わって、従来死刑に処せられることになっていたものが、皇帝の特恩によって、反対に皇帝によって、配慮相当とされた、政治犯などがその特使によって配慮されるようになった。相代における配およびその関連用語を一括する言葉として、 変廃と、廃礼という語がある。変廃は、廃る、廃軍、変換。廃礼は、廃る、廃軍、廃役をまとめた総称にあたる。このうち、廃るが本来総代における流刑に相当するもので、ある。廃るに先立ってまず死刑判決が出され、生徒へ20回と指名を行った後に皇帝に、死刑判決の確認を求める、総裁を行うために、とに、 不決が行われる。そこで、罪人は皇帝に越見して皇帝より、罪一等原事るとの直が授けられ、数密院によって、具体的な入る先が決められ、以後は冤罪を訴える、ものなど実際に再審理の必要性があるものを、除いて皇帝への越見は省かれた、当代と同様に官の監視のもとに首枷せをはめられて、労役に従事した。入る先として、 最も代表的であったのは、シャモ門島である。この島は、現在の山東省城島県にある、長山列島の一つ病島のこととされている。宋の建国当初は北方には、吉丹の勢力があり、南方には、南東、五越などが依然として存在していたためにそうした、国境近くの辺境への配慮は好まれず、一部で、西方化辺境などへの配慮も行われていたものの、 主としてこの島への配慮が中心となった。創の天下平定後は南方などの辺境への配慮も行われることとなるが、依然として謝門島への配慮が最も重いものとして扱われており、実際にその過酷な環境から命を落とすものは珍しくなく、恩赦が出たとしても、両渡るの対象にしかなり得なかった。なお、官人が政治的な理由で入るとされた場合には、 製図へ、紙面は行われず、シャモ門島へ送られた場合でも官による一定の保護が存在していた。その後、入るとされたものでも皆平岩年シャモ門島に流す、ほどでもないとされた造反者は各地の軍隊のもとに送られて老役に従事し、ケースケ連にはシャモ門島への入る者を高難度の遠悪衆軍に振り返ってシャモ門島へ流す人数を減らした。一方、敗軍は、 不潔の後に各地の軍隊に配属され、生涯にわたって兵役に付く刑罰である。必ずしも返境に送られるものではなく、初期の頃は居住する州にある日差し軍などの雑用を行う部隊に配置されることが多かった。配軍の原型は配慮者の増加の対策の一環として、太平公国9年に説盗で死刑に相当する、ものに無期限の漏役としたのが起源である。 それが、陽広氏2年になって、本城軍での労役、すなわち、配軍に変更されたのである。その後、皆平成4年になって、福建、高南、高雪、慶子の強盗、持ち守るは、都から遠隔であることを理由に、不決を行わずに500里以上離れた国への配軍が行われるようになった。さらに天正8年には2000里以上離れた国への、 配軍が実施される例も現れる。こうした措置の背景には凶悪犯の中には居住地の軍隊に廃軍した場合、現地に住む被害者や告発者及びその関係者に被害が加えられる可能性があることを危惧したとされている。このように11世紀前半になると配留の対象として軍隊が加えられ、配軍の対象が遠隔地に移動が加えられたことで、 本来別の内容であった廃イと廃軍の区別がほとんど失われ、都となり合わせであった、モ門島への廃イを頂点とする序列が形成されることになった。流刑とは異なるものの、共通する部分を有する刑として廃留、廃イ廃軍と一括にされたものとして、返還と配役がある。返還は罪を犯した者が、居住州から隣接する州、または五百里、 地里などの距離が離れた州に移されて墓石につけて管理の監視下に置かれる措置である。当以前の流刑と似たような側面を有しているものの、僧の入る、配軍のような終身の労役は課されず、免除されるか有機の配役であり、当初は向きの返還や期間終了後の現地の戸籍への強制的な編入もあったものの、北総末期には、 御社がなくても6年後には奉還されることが制度化されていた。これは、返還の主たる、目的な罪人を居住地から切り離して監視下に置くことであり、遠隔地への追放や労役を目的とした流刑とは異なる要素を持った刑であったことによる。配役は前日のように軍隊を含めた役所での勇気の強制労働であり、本来の流刑に対する折りつえ法に基づいた。 大体系の一つとしても行われていた。1786年にイギリス政府はオーストラリアのボタニー湾に流径植民地を建設することを決定。以後、流径地となった。1788年にはシドニー最初の入植地としてロックスが兵士や囚人たちによって開拓され、アーガイルカットの切り通しなどが囚人の手によって作られた。 1829年にはタスマニア州に送り込まれた流刑州がイギリス船を奪取し日本沿岸に来航した麦裏国船漂着事件が起きた。ブリスベンももともとは国内流刑地として開拓された町で1839年の流刑制度廃止まで流刑地として利用され、以後は一般の移住者が増加してオーストラリア第三の都市となった。立領体成下では 竜には、犠内からの距離により三つの分類があった。金竜は、越前、秋の二カ国。中竜もなの、伊予の二カ国。温竜は、佐渡、伊豆、沖、安房、土佐、日立の六カ国で、後に、カズサ、下草、道のく、越後、伊豆も、津欧、阿波が追加された。また、恵比寿島など、朝廷や幕府の支配が及ばない。 国外とされる地域もあった。江戸時代にかけて、八丈島など多くの島や縁国が、中央、地方の各政権によって、流刑地とされた。加賀藩の流刑地の一つ、五輪山の旧、平村田向海集落には、江戸時代の流刑小屋が、日本唯一の珍しい民族文化財として、復元されているほか、旧、上平村には、流刑人の脱走を防ぐために、 家境の代わりに使われた籠渡しが再現されている。以下、時代にかかわらず、流罪になった著名人を列挙する。以下は琉球。ありがとうございます。